イザヤ・イズラエル・ブルサードはアメリカの俳優。彼はコメディドラマ、フリップとで映画デビューを果たし、犯罪映画、ザブリングリング、ドラマ、パーフェクトハイ、スリラー、H8RZ、コメディー、グッドキッズ、スラッシャー映画、ハッピーデスデート、2019年の続編、ハッピーデスデーに言う、ティーン向けのロマンス映画、好きだった、君へのラブレター等で知られている。 ブルザードはミシシッピ州ガルフポートでメアリー系化粧品コンサルタントであるアンジェラとローレンス・クレートン・アダムスの間に生まれた。彼はミシシッピ州ソーシへで母親とママ父であるコンピュータープログラマーのギル・ブルザードによって育てられ、後に彼と姉は養子となった。母親の再婚から一人の若いギ理の兄弟がいる。ブルザードはコメディドラマ フリップドのギャレット・アインビンダー役、コメディ映画、ザ・シャペロンの助手役でキャリアをスタートさせ、その後、ソフィア・コッポラ監督の犯罪映画、ザ・ブリングリングでマーク・ホール役を演じ、高い評価を得た。後者は実在の10代の強盗グループ、ザ・ブリングリングを題材にした作品で、その高い演技力を称賛された。2013年、ブルサードは、 ブライス・ダラス・ハワード監督による M83 のクラウディア・ルイスのミュージックビデオにリリー・コリンズと共に出演。その後、ライフタイムの映画、パーフェクト・ハイでカーソン・タフトを演じた。翌年、ブルサードはコメディ映画、グッド・キッズでマイク・スパイス・ジェニングス役で主演を務めた。ブルサールはクリストファー・ランドン監督のスラッシャー映画、ハッピー・デスデーでジェシカ・ローテとは 対照的なカーター・デイビス役で主演を務めた。2018年には、エイリアンの侵略スリラー、エクスティンクションで主演を務め、ジェニー・ハンのヤング・アダルト・ロマンス小説、私がこれまで愛した少年たちの映画化作品で、ジョシュ・サンダーソンを演じた。その後、ブルサールは2019年の続編、ハッピー・デス・デー・ニー・ユーで、カーター・デイビス役を再演。 2018年8月21日、2オールザ・ボイズ・アイ・ブラッド・ビフォーの公開から、数日後、ブラック・リブズ・マター運動を題材にしたものを含む、ブルサードの無神経で、人種差別的なツイート集が再浮上した。例えば、2011年の東北地方太平洋、沖地震と津波の後、ブルサードは、犬は地震を感知できる。日本が全部食べてしまって残念だとツイートした。 また、サンディフックの陰謀論を助長するツイートや、反イスラム教徒のツイートにも、いいね、をしていたことが判明。彼はツイッターで、謝罪文を発表し、私はより多くの情報を得て、より教養のある自分になることに専念していますと、述べた。ありがとうございます。